やば、話しかけてもくんなかった、タバコ吸いたすぎて。あ、どうも、ダセンさん。ああ、こんにちは。どうした？一緒の電車、実は乗ってました。いや、きつかったね、北陸新幹線は。タバコ吸いながら2時間ね、2時間。あ、辛い。辛かった。一言も喋ってくんなかったもんね。先に、俺より先に喫煙所。ごめんな。悲しかった、なんかさっき。俺がタバコどっちか取らないといけないみたいになったら、俺、真っ先に見せられるやろうなと思ったわ。そんなことないんだよ。こいつを見れば危ないんだよ。やんない、やんない。ジャスティンショート、アイコスのクズの恩返しってやればいい。さあ、ということで、クズの恩返し、初めて来ました。上越妙高。イェイ。上越妙高市っていう、うん、新潟なんですけど、ほぼ長野からちょっとピュッて新潟に入ったところ。だからスキーとかそういう リゾート系では、軽井沢とか。本当だな、これ出てきた。リゾート地バスロンするとこじゃないですか。あんまり分からんけど、バスロンもリゾートか。リゾートよ。一番いいリゾートよ。上杉謙信。あれだね、槍じゃないんだね。なんで戦国乙女で出てくるやん。槍光連撃と。あ、それでしか知らんもんな。武田信玄と戦ったね、上杉謙信。 CV 上田さんね。 CV とか言うね。上越妙高の近くにある荒井っていう町のアムディ荒井さんっていうところに、はい、明日の、初収録ということで、はい、なんとなんとリニューアルオープン初日なんですよ。やばで、今日まで3日間休んでるんですよ。それはちょっと気合入ってんじゃないかと。うん、で、今まあ車走るとりあえず店舗向かってるんですけど、はい、事前入場券みたいな、うん、それをもらうために今は行ってます。ガチだね。ガチだ。なんならそのために前乗りもしてるんで。で、明日12時オープンなんですよ、珍しく、はい、はいはい、12時オープンなんで後泊しようと思ってて、はいはい、ちょっとリゾートっぽいとこ泊まろうかなって。マジで勝ち負けとか関係なく息子取っちゃったんで、はい、どうせならもう勝ってさ、めっちゃ勝った上で楽しんで帰れても最高じゃないですか。あー、オムディさん看板やば。これいいね、これ好きな、好きなんだよこの看板。あ、でも目の前ラーメンあるわ。どこ見て。あったわ。ここ行く。あ、絶対うまいタレ。はい、新井、アムディ新井さん、リニューアルオープン。決戦の地。決戦の地。リニューアルオープン12時開店の時点でもう、激アツじゃんと思うよ。激アツよ。いや、これはもうボーナスステージよ、また。今回から新シーズン一発目やけどさ。まあ、そうだね。そうそう。ここでも貸し切り台まである、正直。2連続まんまや。あると思う、俺。あるよ。前回は見取り図さんにしっかりお返しできまして、はい、今回から楽しいお返しとかもあるんですけど、うん、なんか考えました。一応考えてる。あ、本当ですか。どっちにする？S 君でいいかな。 S 君、実は S 君がお店をオープンするのだったよ。自分ので、もうすぐオープンらしいのよ。まだ準備段階なんだけど、ピザ屋するみたいな。ピザ屋をするの。しかもそれで、そう、その初めて出す飲食店ピザ屋から攻めるやつはもうなんか、ね、びっくりしたの。でもピザがまだかかってるらしいね。よくわかんないんだけど、ピザから行くんや。あんまないと思うよ。そう、ピザから攻めたらしくて、あ、じゃあ行こう。ラーメン片面。はい。ラーメン間違いない。こういうので今こういうので、いや、そうね、シンプルイズベストっていう。レース君がピザ屋をオープン。そうやから、なんかあのさ、まだ送ったことないんだけどさ、あの花か。正解。あ、じゃあ選手より、そう、よりを送りたいのよ。結構するけどね。マジ。あ、大きさによるけどね。そうそう、あれをやってみたかったよ、人生で一回。いいよいいよ、めちゃくちゃいい機会言いますよ。 S 君、 S、 それがなんかもうちょっとなんかでかいやつ、達也とかさ、なんかそのピーク、ピーク。ペイ君、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 ペイ君。そういうのが欲しい、そういうのが欲しい。ペイ君、友達があるから。そう、ペイ君。ありがとうございます。ちょっともう一応考えてみて、翔さんとやってもいいかなと思ったんですけど、翔さんはまあそれがあるんで、まあ、単独で やるんですけど、あのクズの恩返しグッズみたいな。ああ、言ってたね。うん、制作 しまして、コインケース、はいはい、あの沖縄に導入したりとか、福岡でね導入したりとか、好評で景品として結構好評になってて、うん、で
まあ、だからここいらで一回そのコインケースの、まあ、認知のためにも一回そ視聴者さんに配りたいなっていう気持ちがあって、恩返しとして。あ、配るの？やっぱその俺が一番恩返ししてないかな、視聴者の方々やから、翔さんみたいにそのなんか友達とか、まあ大事やけど、やっぱ翔さんのおかげで何やってる？何したいとかある？何やってるかって俺ら二人で線香花火とかやんの？線香花火めっちゃくちゃない？さすがに。で、思い出とか語ろうよ。めっちゃ気持ちない？おはようございます。アムディ来たね。12時オープンで11時過ぎから、はい、昨日もらった整理券順に並ぶって感じなんですけど、うん、俺が79とかかな。そうだ、俺78やだよね。俺79だから、うん、まあまあだから入ってみてどのぐらいいるかわかんないんで、うん、しっかり買って、あ、夜はあのいい宿を取ってるんで。そうかそうか、いつだね。ちょっと夏満喫できればなと。そのために絶対勝とう。そうだね。何取るか分からんけどね。おはようございます。キャ、全然無理や。北斗だけ五流待ってる。じゃあこっちにしよう。一角オッケー。いやー、バルブレイブ無理だ。まあ70万からしゃあない。一本そうや。やっぱ喫煙所も紹介しないと。失礼しまーす。おはようございます。アムディ新井店さんにやってまいりまして、はい、まあ、スマスローを狙ったりとかいろいろしてたんですけど、はい、スマスロー全埋まり。そうだね、うん、バルブレイブ打ちたかったんだけどね。まあそうだね、タバコ倉庫でタバコしてたら、うん、常連さんであの見てくれてる方いっぱい来て、はい、エヴァめっちゃいいっすよみたいな常連さんがね言ってて、でマジっすかっつってタバコパーン捨てて見に行ったら確かに良さそうみたいな。良さそう。しかもまだ2台並び空いててね。そう、空いてて、いや中銀さんも来なダメよみたいななんか言うから。いや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 、そりゃだってね、あの感じ見ただよ。歌な損か。変にもう狙い台取れんかったんやから、スロットはもうしゃあないじゃん。でも俺ちゃ狙い台やったけどね。いつもいけるいつもいける。覆されたみたいなところ。今日はしっかり勝とうってことやね。だから俺さ詳しくないから分からんけど、うん、あの感じやったら並びで打っても全然いいよってことやね。全然大丈夫だと思う。堅実に勝ちを狙おうってことで、うん、今日は朝からエヴァンゲリオンを2人で打つとね。というところで、お金あるんですか？お金はね、一応今日さ、うん、分回すだろうなと思ってバルブレイブを、うん、8万持ってきたよね。起きたら増えてねえかなと思ったけど3万か。金ね。どういうこと？増えるわけないよ。いや、なんか何かが起きて増えんかなとか思ったけど増えないよ。無理か。エヴァ大好きじゃん。そう、エヴァは好き。パチンコの中でエヴァいいから。もうエヴァしか打たんや、逆に。今も今日最高よ。乗り気よ。まあ今それを超えるぐらいオキドキゴールド打ちたかったっていうぐらいで。ああ、まあね。まあ全然大丈夫ですよ。うん。ってこと、今日も長いから。言うて長いからな。よし。新潟最高。言わしてくれ。ジャスティンショート。投げろ。クズぞ。よーし。ちょっと頼むぜマジでおい。まあ結果エヴァ満台になりましたね。なるよね、そりゃね。ちょっとマジでさ、でも怖いからすぐ当たってよ、もう。嫌なんだよ。そうね、軍資金あるとは言えね、二人ともね。軍資金は軍資金であって、おいきなりマジオスイチ。あ、シンクロだとね。ただこれはオスイチだからちょっと意味合いが違うよ。お、オスイチ間違わんか、間違わんか。マジで間違え。いや、弱いな。弱い。うわ、ある、マジある。マジ、ごめん、顔で見れないわ。アゴで見れない俺。突き刺さった。マジ？うん。奇跡。奇跡。お寿司と俺やってみたい。じゃあ。ああ、やっぱ中金やったな。勝ちました。ありがとうございます。え、開始十何回で勝利宣言？はい、勝負あり。え、これ今のところこれ何？これ10時ぐらいまで分回し？そうだね、分回しだねこれ。きつい。耐えれるかな。いやでもやっぱね、ポジティブなパチンコマジでストレスないから。まあまあそうだね、まあ、あとはだから確率通りにちゃんと引くこと、 それだけ、うん、いやアムディ新井さんいい店ですね。リニアルオープン最高、うん、毎日リニアルオープンしてほしい。できれば5万発合わせ、5万発目標一旦。ああいいね、もう合わせ万枚飽きた。そうだね、合わせ5万、5万。
そう、今日はもう分回したかったから。うわ、剣左、左、行き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 、左、行き、行き、あるよ、あるよ、行きんとかもアサリでしょ。いや、まあ、激アツやね。行きんは見たことないね。えうわ、同時4か。いや、大丈夫、やり、あれ、やり、大丈夫、え、イキンって暑かったよね。いや、暑いと思う。短期大丈夫だよね。乗んなよ、乗んなよ。あれあれ全然や、ただ金見ただけや。え、マジ逆にここあれダメなんだと見せかけてよ。ほらだよね。こんなんで当たるんや。当たるよ。すげえ。早っ。はい、4000円です。4000円。はい。ただここよ。どうする、連打するね。シンジ君出すね。はい、お願いします。見たいです。ダメ。いけ、ほら、しんちゃん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 、がぁ、やめて。大丈夫、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 聞こえろ。よっしゃー、きたー。4000でラッシュを。天才じゃないか。85回転、4000ありがとうございます。たった4000円？たった80回で回すのに？使いすぎちゃったなぁ。何発いっとく？え、5万。あ、いきなり5万。俺が5万。うわぁ、来た。そう、これが楽しいよ。気持ちいい。当たー、気持ちいい。来たー。まあまあ、あるある、全然ある、全然ある。お？ああ、そうだね。全然あるでしょ。当たれ、当たれ。誰、誰、誰？あー。いける。レバナラ、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 デイ。うわそうだよね。でもおっしゃーかー。それはもらった、それはもらった、それはもらった、それはもらった。時間置いて正解だった。さすがに絶対寝かせるもん俺。やっぱパンとパチンコは寝かせろって言うもんね。そうカレーもね。パンとカレーとパチンコは寝かせた方がいい。おい、行っちゃって、行っちゃって。ボタン？いや、全然大丈夫。これはいいやつ。え？せやろ？せやろ？こんなん当たらんわけないでしょ。せやろ？復活？マジ？さすがに復活だろ？うわ、やば。え？エヴァってこんなエグかったっけ？ちょっと当たる呪文かけるわ。オッケー。あ、30しかないから。うわ、きちい。うわ。わー。マジか。ひどい、めっちゃひどい。ついね、めっちゃ最悪のやつや。わー、入ってないと一緒な。あー、頼むわ、なぎさん、今日俺エヴァダメかもしれない。マジエヴァ出るくせん。ちょっと今のね、感触良くないね。クズオンで唯一出したことないパチンコエヴァなんよ。そうだね、マジ出るくせん。おお。お、あるよ。ペペ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 ペ。第10の人。お、強くねこれ。まだ見えない。サハキエル来た。サハキエル。これアニメバージョンのやつ。あ、ストーリー。うん。熱い。頼む、頼む。いい頃合い。この辺で当たるとめっちゃいい。頑張れ、頑張れ、頑張れ、光れ。うー、いや、あるあるある。大丈夫大丈夫。おいよ、オッケー、しゃい、やるやん。おだ、1万500円。やるね。ちょっとさ、こっからと見えづらいから、うん、口開けてほしいな、ここ。見えづらいのよ。ジャスティーズ窓。そう。それ見えやすくなるから。さっきシンジ君出んかったからな。そう。ぐー、しょい。あ、開いた。あ、いらっしゃいませ。これ見えなかったわ、相手も。よし、相手も見えなかった。これ最悪いいぞ、今日。よすぎるわ。2人とも当たって、どうしてもラッシュから始まってるからね。勝ちました。ちょっと5万パスの僕が先に出しますんで。いいですか、じゃあ。はい、4、3、2、1。はぁ、うそーん、えぐっ。450発。一緒や、全く。ふざけんじゃないよ、マジでさ。なんなんだよ。来た、やり、やり、
やり。なんでな。かなり長谷さん全部うるさいから全部熱く感じるんだよな。うるさいって何？パチンコを楽しんでるわけや。当たらんそうなやつでもうわーとか言わん。うわ、いや言うよそりゃ。楽しいもんだって。当たらんやん。なあ、やばいね。え、なんでさ、そんなさ、パチンコパチスロにはさ、こう、なんていうの、ロマンがないく接するわけ。いや、価値観が合わん。方向性の違いや、これ。バンドで言うと。パチンコに対する方向性のちょっと違いがある、これ。今日は本当、常連さんに話聞いてよかった。よかった。さすがに俺もパチンコはノーマークやったから。ね。お？お？どうした？画面が揺れよる。画面揺れてあんまなくない？やり？ハグにやり食うんじゃない？画面がね、バンバンって揺れた。へぇ。おぉ、ね、これ熱いと思うわ。来た？いや、あるだろう。はい、来た。警報。帰らんのよ。ゼルエル。まあまあまあ。これどのタイミングで終わったら F 型行く？上がって、うん、やられたらここで、この後、この後ここで押されたらやられた。来た。俺熱いね。来た。金出ろ。あ、タイミングミスった。当たればいい。よっしゃ。 OK。 395。あー、気持ちいい。21000。マジナイス。来るよ。入る入る。もう全部出し、今日は来るよ。ちょうど400回転。頼む。なんか今さ、お、何？ほらほら、これ初めて見た。ボタン。おい。今ね、あの転廃してからこの画面も画面に行くのがめっちゃ早かったね。あ、そう。初めて見た。来たよ。しゅじゃん。おい、やるね。転廃二の二や。やるね。で、俺が今2万使ってるから、しょうさんも2万ぐらいでしょ。ちょうど今で2万。一旦これ満発出しとくわ。助かる。こんないいエヴァ打って今日2人で400発しかまだ出してないからな。えぐいえぐい。うん、やばっ。ほー、あ、あ、531531531531。おめでとう、おめでとう。当たり、やっとや。よかった、やっとや。さすがによね。はい、5万発始まりました。ありがとうございます。暴走ボーナス、よっしゃー。いや、これで持ち玉遊戯でとできたらもう本当に勝ち確なんだけど。いや、もう大丈夫だと思う。流れ乗ったよ。本当か。うん、うわー、涼しい。吹いてる。やっぱそういうもんよね。やっぱ最初の壁やな。越えた越えた。あ、任せてくれ。越えたらも大丈夫やね。任せてくれ。3連目よじゃい。オッケー。あー、涼しい。あー、これだけで一気に神ね。いいなパチンコの乗り打ち。いいな、楽しい。ラッシュ入るとマジ嬉しい。やろう。うん、マジで嬉しい。やっぱ夢あるからさ。そうね、どこまで行くかって思う。そうそうそう、無限ある、無限の話やから。お、来たー。熱熱熱熱熱熱熱とかも当たりだ。わいいね、楽しい。おー、おー、あ、なんかファイナルコールってなんか曲演技悪い、変えよう。終わっちゃいそうもんな。うん、なんか終わっちゃいそう。残酷な、もうちょっとあれやな。残酷な駆け抜けね。でもルフランっていうのもなんかちょっと何語でどういう意味かわからんから怖いな。おお、むずい。終結の園へ。あー、終わっちゃうやん。心よ原始に戻り、あー危ないな。なんかフライミートゥーザムーン、なんか飛んでいくみたいな、ちょっと怖いな。お金がね。ベートーベン第5章第9番ベートーベンやな、一旦。そうだね、ベートーベンしかないね。わー、来たー。あー、気持ちいい。はいよ。やべー、6連目やじゃー。いや、出るねー。いやー、ベートーベンだ方がいいかもな。うん、ベートーベンでしとき。俺もだったらベートーベンするわ。あー、あー、早いな。すごい、マジ5分の1くらいになってるやん。プレミアム。あー、嘘、早い。最高や。ないんだ。あ、おい。万発買いました。おい、ナイス。ナイス。これ大勝ちできるぞ。おい、万発。素晴らしい。初戦は大勝ちで飾ろう。おお。おい。万発超えて満足か、お前。3。耐えろ、耐えろ。1、耐えろ。席、ここで。
いや言うて、8連1万950。ナイス、 OK、 いいでしょう。飯行くか。 OK、 まあ、まんま捨てました。そうだね、はい、今僕が投資が21、21、28、28本。あ、全然全然、うん、ちょい負けぐらいか。今打ってるから、まあ、万発出しといてよかったって感じ。誰か、まあ、俺はもう激闘してもらうし、うん、あとまた6時間ね、本当に時計とか今まで全然セーブじゃないのにずっと見よるよね。ずっと見たい。いや、マジで3分に1回3分を確認しようよ。あ、そう3分経ってるかなと思って、あ、3分経ってるなみたいな。嬉しいプライムで最高。まあでも本当にエヴァ状況いいっすね、かなりね。もう大丈夫でしょ。死ぬほどポジティブやな。それはやっぱ、まあ、それがかなり良さそうという感じですね。北斗はもう長く当たったよ、この3時間で。早すぎるわ。すごいね。もういいで、アプローチリアンですよ。豚骨醤油、あ、おいしいおいしい。マジマジ、うん、ここからよ。はい、まだ長いから。そうですね、これはただの通過点でしかない。いいこと言うね。そうだよ、今719だね。結構余ってんね。うーん、そろそろじゃない。うわー、ちょ言ってたやつや。言ってたら来たよ。これは外せんねえ。これ外せんよ、マジでね。はいはいはい、意外とやるもんね。やるやる、これ普通にやる。暑いんだけど。まあでもね、誰が打ってると思ってるんですかっていう話ですよ。当たり前ですよ。ジャスティン翔、しかも9。はい、もろたもろた。9じゃない方が良かった。いや大丈夫ね、逆にそこまでたら9の方がいい。嘘。うん、頼むぞ。普通だね。絶対やぞ、これは絶対やぞ。きれい、やめてくれ、いけ、ほら、うわーうわー、急転敗の弊害か。やっぱ急転敗ダメなんだって。復活ダル、うわー、やった、これハマるね。ハマる、やばい、1000いくわ。800超えたぞー。おーい、レイちゃん、いや、おお、そう、やー、オッケー、サンキュー、ナイス、来いろ、あー、やり、ぬっ、おお、あー、通常だね。時短で戻すわ。おいどーす、なに、差し置き、忙しいな。ダブルヒット、ダブルヒットあるぞ。ダブルヒット、いや、それ2回あったんねえよ。2回ない、さすがにこれもらったのもあなたからね。あー、やっちまった。やなやつ来た。マジかよ。いや、自信持っていこうよ。ジャスティン翔だろ。何回こういうのくぐり抜けてきたのよ。ツイン、よいしょ。やったね、ラッシュ、ナイス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 。849ゲーム、おめでとう。次俺が出すわ。うん、ちょっとダブルラッシュやりたいっすね。高みで待ってます。時短で戻すのが一番気持ちいいから。あーい。最初の壁早くも超えたな。早いな、5回転ぐらい。サクサク超えたな、うん、ちょっとかかりすぎだけどね。超えてるやつ、かかりすぎ、うん、5回転は。うわぁ、カオルキュン。うわぁ、最後のチェチャー。この動き好きだよね、一番好きだ。気持ちいいね、気持ちいいね。うおぉ、いくー、たまらんね。脳汁やべー、マジたまらん。いや、これベートーベンの方やばいわ。やろ、マジやばい。うっ、あぁ、なんだよ。ごめん、バイブったと思ったら、あ、くらっちゃった。アップルウォッチに騙されとるやっけ。つぶって、あの通知やった。ダメ、おーどー、すごい、本物、これアップルウォッチじゃない。何、アップルウォッチじゃなかった。アップルウォッチじゃないよ、これ本物やった。え、早すぎんなんか。やばい、20回できないぐらいよね。
10回出ない。なるね。全部10回出ない。とんでもなく出るんじゃないのこれ。ベートーベン打法。ついに見つけたな。見つけた。まだちょっと怖いぐらいじゃん。うわ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 ーすごい。あーすごい。えい。もうこれ？これ。はい。だいぶやらされてんだ。めっちゃ長かった。はい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 。全然待ちます。まあこれあと7回ぐらいやったらいいのか。はい。ワンパスは。そして、ね、これと同じことをあと7回ぐらいやれば。え？ホリエレンです。おかしいって。いやその2回転。いや壊れとる壊れとる。いやおかしい。ホリエレン。やばいやばいやばい。やばいことなった。やばい怒られる怒られる。やりすぎやりすぎ。やばいことなってるよマジで。店長。怒られる怒られる怒られる。やりすぎよちょっと。やりすぎよ。やっとかも、やっとエヴァの壁越えたかも、クッションの、ね、そうね、相性悪いやつ。ててててててあーレインボーだ残り。何が残り。うわちょうど見えかった。ふぅ満発です。ナイスおめでとう。えいこれは新潟楽しんで帰れるぞ。花火するぞ。あ、花火そんなしたがってなかった。勝ってたら気分良くなってきた。まあそうね、期待度下がるんじゃない。逆にね。え、金。お？金金金金金金。道元の金。六六。ふわふわふわ。六の字からルージュをかけろ。テパタ。来た。やば。完成。おおできた。やったよ。嘘やろ。道元の成功してんだけど。すげえ。ありがとう。おいよー。これで4回目の当たり。こんぐら。よし。ミッションモードからしかも行きました。俺入るぜ。はじめで。ダメ。嘘だ。よくない。それはよくない。止まれ。おそう。新宿いらんかった。そうだよ。新宿いらんかった。すげえ。この画面がすごいよね。ね、いいね。いいね。六の図から11を消えて6だって5だからね。やった。ダブルダブルラッシュ。ダブラ。うわー。おお。交代かな、ラジさん。まあでも言うて12,450発。素晴らしい素晴らしい。おおこっちにカオルク。今2万発あります。よっしゃ大勝ちじゃ。さっきめっちゃハマったろ。今さすがに早いよ。やっぱさ、俺ら11連敗したじゃん。 あれで一皮むけた感ある。そうやね、あれ乗り越えられたらでかいね。抜けてからやっぱ強いもん。あとあれから合わせ番前2回やってるからね。ね、半端ないよね。おお赤。いやー横来た。おお。いいねー。これがあるからなー。いいねー。いやもうなんかしんどいとかいう感じは多分彼にはない。ないんだ。置いてきたらどうか。うわ。せや。いや何本ほどこれのサンプル取る。ねえこれしか当たらん。三。八だ。ある。熱いじゃないかっていう。グースあった。グースあったな、兄さん。頼む。やっ。やっ。すごいね。すごいよ。やっぱ八よ。やっぱ8。やばいよ、翔さん。ちょうどよくなった。今日やばいって。さあ、入れちゃいましょうか。はい、よろしくお願いします。カモン、カモン。シージくん。カモン。シージくん。あれ、超えろ、超えろ、超えろ、超えたー。すごい。三連続。やばいって。何がどうなっとんや。これがジャスティンよ。えぐい始まった。えぐい始まった始まった。マジえぐい。さすがによね、ラフィナ。これはもうこれ5万パスまで行きたいね。タルおいお祭りじゃい。あーいしょー3万パスはいおいオッケー。あれここどこだったっけ。アムディ洗いていい店だね。えいえい。おお素晴らしいね。オッケー伸びるね。まだまだ伸びるね。これでこのラッシュでも万発超えました。素晴らしい。赤で見た。ちょっと待って、5万発いく。5万発いく。この息は5万発いく。なんでこれやばい。レインボー。なんでこれあのやばい時の俺たち出てる。出てるね。やべえ時のやつ出てるわ。僕もマンゴー超えたね。あ、本当ですか。これで。いやでも本当に朝翔さんが誘ってくれたのが全てやな。そういうこと。合に入ったら合に下がるじゃないけど。いや言ってたね。そう7点。いや俺オキドキゴールド打つとこやったもん。
やっぱジャスティンの言うことは聞かんと。やっぱね、ダブルラッシュは強すぎる。ダブルラッシュ強いね。マジで強い。5、4、3、2、1、ラスト。いやー、よう伸びた。9レーン1万2000円、50発。すごいすごい。持ち球が約1万9000発。最高。ダブダブ。うわ、何それ。初めて見た。すっげえ。今のやばいね。わあ。え、待てよ。おお、すげえ。やば、やば。今パーツ。すごい。だから今現状で約4万発あります。2人で見えたね。マジ見えた。いやでも今日156回やってきたけど、今日翔太のこと一番好きかも。おい、前回も言ったそれ。何回一番好きなのやん。なんでいいや、更新してってんだよ。うん、出て話してないだけ。負けた時の車とか文句しか言わん。一番好きなんて言ったことない。あ、赤くちゃいました。あー、大好き、好きやー。あー、嬉しくない。あー、嬉しくない。ジャスティンに一番好きって言ったらダメみたい。ジャスティン遊ばれてます。ジャスティンむずいんだよ。もうショックです。強っ、待って。お、強い強い、マジ強い。ゼロまでいけ。行くんじゃないのこんな。ゼロまでいけ。ゼロまでいくわ。やばやば、これ激アツ。あ、ブレてる。あ、画面が揺れてる。あ、マジ基本出ないもんね、あの先読みなんて。出ない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 。4、3、2、1、ゼロまで来たよ。これラッシュやったらマジで見えるな。いや、あるよ。レア行け。うわ、あー、これ好きなんよね。ありがとうありがとうありがとう。この台の礼拝券マジ一番綺麗。今あるで完璧よ。一番綺麗。サンキュー。残り1万約8000発。うー、オッケー、はいえー。初当たり取りまくり。さあ行きましょう。もうここで決めちゃいましょう。もう時短とかやってる場合じゃないから。5万発いってやから、こっちは。マジで、あー5万発見える。あー、頼む。超える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 。あー、うまくいかねー。惜しい。大丈夫、まだまだチャンスはいっぱいあるから。そうだね、時短もあるし。初当たりめっちゃ軽いんじゃん。ね、当たるね、ラジさん。え、ちょっと待って、だよね。開いた開いた開いた。あれなんかね、V に横横入りよったよ。あれこれ、これやんな。最高、よし。これ、そうだ、これ本当に5万発いくよ。ねえ、77%。ああ、ただこれ鬼門の一発目なんよ。あ、そうね、そこだよね。うわ。来た来た。よし、これで約2万発僕いくんで、あと5000。やばいやばい。え、ほら、本当にいくやっけ。あと5000。うぅぅ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 。なんでこれにてあと3500。3回ね。で、まだあるわ、これ。頑張れ。よし。あと2回。あと2回やぞ。あと2回やぞ。ゴール決めたいね。ここまで来たら絶対行くよ。大丈夫。俺が決めて、俺が決めてやるゴールを。そうやな。ああ、おい、マジかよ。うわっ、きたー。OK、 あと1回、あと1回。あぶねー。残り30中やった。いやー、終わっちゃうのか。金、いやー、16,900円。パッチアップやった。なんでただ任せてじゃ。頼むわ、俺行くわ。おい、81%、あと1回でいいんやぞ。5万発いくんやぞ、そしたら。うわ、これ決まった。決まりました。よっしゃー、よっしゃ、合わせ5万発素晴らしい。やった、一番いい当たり方で5万発決めてくれたじゃない。よし、いや、上出来よ、文句言わねえよ。ナイス。9,950発。今僕の持ち玉が26,500発、翔さんが26,039。
で今ちょっとスロットコーナー見たんですけど、はい、まあ、出てる台はね打たれてるし、うん、まあ秋台で移動するのもなさそうだったんで、まあそうだね、まあ、2万5000発お互い保って、はい、余剰分だけ打つか、そうしようか。終了の大きな、じゃあ俺もいいや、 OK、 完璧な一日ね、良き一日でした、ありがとうございました。何？どうした？風？多分風。嘘だろ。違うか。は？いやそんなことある。いやごめん待って。違うかも。やっば本当に？マジマジ。あんた天才ですか？だよね。やっば。くこの人すごいわマジで。そう、ごめん、違う、長いで、ごめん、メモってない、メモってない、287、287ね、マジこんなんさ、絶対入るやん、絶対入るよ。だー、超えたー、超えた、マジかよ。え、4連続ダッシュ。ごめん、ちょっと待ってくれ。じゃあ俺やめるぜ。 OK、待ってね、最後俺お願いしまーバザーイ。最後で私から、はい、最後翔さん当たってね、それ僕は知らないのでそれだけ、僕の投資が、はい、21本5250玉投資、はい、回収の方が2万5405玉、はい、プラスの、うん、2万155玉わーい素晴らしい。久々よパチンコでだけ打って2万発勝ったのプラスです。えぐいよ、まあ、4000枚勝ち目だもんよね現状でね。すごいね。からのジャスティさん、何でしたの2連目お突破、おお、そこ突破できたらねっていう話今日ずっとしてたんで、3連目はいはいはい突破、おおすごいね。4連目こっからマンゴー出てるとかある、終わった、あでも4連、うわー4連の4965発、いやまあ十分十分、最後ちょっと出てくれてよかったっす。投資が37本、はい、9250玉、はい、最終的な回収が、はい、2万9588玉なんで3万発やん、ほとんど、プラスの2万338玉、はい、えぐっ、だから長金さんより250玉ぐらい多い、180玉多い、2人とも2万発勝ってるプラスってことは合わせて初戦やばいよ。今日僕たちパチンコのプラスがこちら4万493玉、プラスです。これえぐいえぐい、出したので言うと5万発超えてるわけだね、はい、だから5万何千発ぐらい出してるってこと。すごいよ、あらそんなことある、もうほぼ音楽です。まあまあまあ、初回で言ってもいいぐらいのね、感じなんで。でまあまあ、まずこのアムディ新井さん、まあ、今日初めて来ましたけれども、はい、本当に過去、うん、今まで打ったエバナで一番良かったしね、うん、でスロットコーナーも良かったでしょ。北斗だね、北斗入ってたゴリゴリやったね。マジで北斗も間違いない。 あとはね、角が強めたかな。あそうやね、まあ、イメージやけど、ね、うん、弾持ってる人角が多かったね。そうジャグラーも出たし、うんうん、あとバイオとかね、うんうん、RE、うん、通貨、ね、まあ、どこにでもチャンスはあったかなっていう、はい、今一番好きな県どこですかね。新潟しかない新潟が一番。前回福岡で言ったよ。え前回一週間だけの一番って更新されてるからまあそうだね、そうだよ、まあ、でも本当にあの会いに来てくれた方も皆さんあったかくて、はい、新潟久々に来ましたけれども、いや楽しかったね。いや非常にいいところでしたので、はい、なんかこの後あれでしょ。そうです、お楽しみがあるんよね。ちょっとあのいいとこを撮ってるんで、今日ぐらいちょっと浮かれさせてください。あらすまた花火しようやん本当に。あやっちゃうか最高の一日でした、はい、まあ、ということでちょっとこれでいきましょう。はいっす、はい、やばい、えぐい山の中に来ました。山道は今、はい、あ、あれかも、あれだ、あのもう先に言うとですね、翔さんホテルじゃなくない、ペンション、ペンション借りたので、あの今日僕と一緒に寝ることになります。やだよ、最悪やわマジ騙されたわこれリゾートホテルと思ってた。いやリゾートホテルやん、こんなペンションなんて。ペンションじゃん、ペンションって言ってよ。いやリゾートホテル、リゾートペンションって言ってそれ。いやいやホテルもペンション見せじゃん、リゾートホテルって言ってよ。で花火やろうや、今日頑張ったから嬉しいな、3本持ちで3本の返すすやばいやばいやばい、爆発する可能性ある
結果熱っ。もうやるもうやる。もうやる。もうやる。もうでかすぎる三本。見た。あいけいけ。これ作った人マジ天才だよね。え、すごい。マジいいな。え、マジすごいな。うわー、綺麗。すげえ、線香。あ、あ、かな。まだいける、まだいける。無双天才バトルと思いな。まだ継続、まだ継続で94%だぞ。それ火が終わって落ちたら完走やから。ああ。18連。いやできてすごいな。めっちゃうざい。